皆さん、こんにちは。非常識な教室経営コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室の集客がだんだん減ってきている教室に共通する意外な特徴とは、というお話をしていきたいと思います。様々なきっかけで、私の、単発のご相談をいただいたりとか、もちろんうちのコンサル生さんの当初入会当時のですね、悩みの大きな一つに、以前はそうでもなかったんだけれども、だんだんこう生徒さんが減ってきていると。で、自分なりにいろいろレッスンを変えたりとか、いろいろな、いわゆるそれこそインターネット集客に関する努力とかやってみたりとか、ページをいじってみたりとか、いろいろされても減りを止めることができないっていうようなケースでご相談をいただくケースがいろいろとありまして、でそういった時に、いろんな原因からこう多角的にですね考えて、これが原因なんじゃないか、これが原因なんじゃないかっていうことで、潰していくケースとかがあるんですけれども、その中で最近、いろいろな方のお話を伺っていて、ご本人が思っている要因と私が外から客観的に見た時の要因にズレがあるケースがあるなということを最近感じていて、それは今後ですね、今悩んでいる先生であったりとか、どうしよう、どうしていったらいいかわからないっていうタイプの先生にとって、教室の運営方法をですね考える、一つの大きなきっかけになるんじゃないかなというふうに思いまして、今日はそんなテーマでお話をしてみたいと思います。では早速本題に入ります。まずですね、そのだんだん減ってきているっていうことは、兆候はもっと前から本当は出ていたはずなんですよ。ご本人がもちろん認めたくないっていうケースもあります。特に10年とか10年過ぎの先生がにぎわっているのが当たり前の状態からスタートしていたり、自分は何も集客をしない状態だったとしても、生徒さんが生徒さんを連れてきてくださったりとか、口コミで誰かが広めてくれるっていうことが割と当たり前になっていたりとか、何かそういった集客をしてくれるサイトに所属することで集客が成り立っていたっていうような状態でいた先生は、実は自分で集客をされたことがないケースが多かったりもします。ですから、そもそも減っているっていうのも、自分がコントロールしようがないところでその要因が起こってしまっている可能性があるので、まずそれが自分で自覚できてるかどうかっていうところもあるんです。集客をしているようなつもりの先生で本人やってないですよねという方は、ご本人がやってないですよねっていう方は、落ちてきた時に自分でコントロールをしていないので、そもそも対処ができないケースが結構多いんですよ。だから私は集客のコントロールは、まず自分ができる範疇での集客のやり方が7割、あと人の力、例えばそれがそういった集客を代行してくれるようなポータルサイトでも構わないし、あと友人知人の口コミでも構わないし、他者に依存する集客方法は3割までに止めておくように自分の教室運営をしてほしいというのは、私のコンサル生さんとか皆さんに言っていることなんですよね。私自身がそうしてきたからです。だからそれをやっている限りにおいては、他のところがですね潰れたとしてもですよ、そのやり方とかやんなきゃいけない、それがなくなったとしても7割残っていれば、そんなに大きな影響はないんですよね。減るんですよ、減るんですけど最大3割じゃないですか。自分でコントロールで生きてるとこが7割あるんだったら。だから全部他者に依存するような集客方法でやられてた方は、そういった機会をきっかけに見直しをされていくっていうのはいいかなと思うんですけれどもね。なので、まずそのだんだん減ってきてるっていうのは、実はもっと前からですね、その兆候は本当は出ていて、それに気づかないようにしていたのか、自分でですよ、見たくないという現実で、それか分かっていてもやり方が分からないからどうしようもなく、こううだうだしているうちにまたさらにどんどん下がっていくとか、そういうケースとかもいろいろあるんですけれどもね。ただここのところいろんな方のお話を伺っていて、これからお話しする5つぐらいの特徴がですね、一つ
あるかなっていうふうにちょっと考えているので、それをちょっとお伝えしたいなというふうに思ってます。まずですね、一つ目がですね、教室本体を見直そうっていうことです。先生ご本人とかいう部分ではなくてですね、教室本体の状況がいわゆる世の中の事情と状況と、合わせた時にどうなのかっていう、まあそのあたりですね。だからそれを考え合わせる上においては、まず立地の良し悪しっていうものは、駅からもちろん近いに越したことはないんですけれども、その駅から近いことがいいと思うような人をそうで呼んでる場合と、駅から近いけれども、例えばその着いたね、教室自体が、その来るであろう人たちが想定しているようなお部屋の内装であったりとか、その空間そのものを楽しむようなタイプの人を呼んでしまっている場合には、到着した時にそのギャップが結構大きいんですよね。ですから、その立地と内装と教室に入った時の印象とか、この辺りがどう見えてるかっていう教室本体の見直しっていうのは案外必要になるケースがあります。私が実際にご訪問させていただいて、気づくところとかっていうのが、もう客観的な目線で、教室自体もですね、いろんな教室を150以上回っているので、私もその印象とお客さんがどういう目で見るかっていう視点からお話をするときに、本当に立地が悪いっていうふうに感じるようなケースもあるんですよ。その先生が、いい、内容もいい、だけど生徒さんがここに来るのには遠いからっていうことで体験会がなかなか決まらないっていう先生いらっしゃった時に、実際に訪問して、先生のレッスンと内容はやっぱりね、いいんですよ。だけど私がやっぱり実際にその距離をですね、歩いてみて、駅からの距離を歩いてみて、気持ちがこうだんだん下がっていく、そういう街がありました、かつて。で、それをご本人にお伝えして、生徒さんがおっしゃってることは、本当に距離が遠いからかもしれないっていうことでお伝えをして、可能だったらスタジオベースでもっと駅の近い繁華街に近いところで取ってあげると、その家賃を払ったとしても多分ペイできるような口座を持ってらっしゃるから、そちらの方がいいかもしれないっていうお話をして、実際にいい物件、半年かもうちょっとかかったかな、かかって探したんですけど、そちらに移ってからはやっぱり遠かったって言ってた人たちとかも来るようになったりとか、印象がすごく明るいいい感じになったんですよね。そこが暗い印象があったの、街が暗い印象があったのと、あと入り口から入った時のやっぱり印象がありましてですね、教室に入っていく時、マンションとかの場合にはしょうがないんですけど、大抵北側に入り口があるんですよ。だからその入り口から廊下からリビングに向かうこの動線っていうのは、結構明るめに演出をしないと、少しね、気持ちが下がったりとかするんですよね。これはもう本当に心理的な影響を及ぼす人間工学、インテリアの観点からの話です。要はトンネル効果に近いのかもしれないですけど、ちょっとね、そこが暗い、入った瞬間暗いと一瞬やっぱ気持ちが落ちるんですよね。で、トンネル抜けるとこう明るくなるじゃないですか。その位置がリビングだったり教室の位置だったりするんですけど、その段階で明るくなるはずが、そんなに明るくないとギャップが廊下とあんまりないので、そうするとこう気持ち的に上がらないので、その状態でレッスンに突入してしまうと、すごくですね、気持ちが落ちてしまうということがあるので、そういった環境が実は生徒さんに影響を及ぼしている時があります。で、逆に今度街が、すごくおしゃれな街とかセレブな街で、そういった場所を通り抜けながらその教室に行った時には、その教室への期待値がその街の期待値とかぶってしまうようなブランディングになってしまうケースがあるんですよね。そうすると教室がその上がってきている気持ちに応えられるような内装でなかった場合に、やはりここでも気持ちが落ちるということが起こりうるので、これはもう
ご本人で自覚しようがないです。 外から来た人の、まあ、話というか意見を聞くしかないんですけど、私のような形でね、客観的に分かる方、ご友人とかですね、そこに通ってる生徒さんに聞いてもあんまりいい答えは出ないです。なぜならば、ご友人は別にそんな辛口の話を言う必要はないし、そこに通っている生徒さんっていうのはその状況を理解した上で、それでも先生が好きって通っている方なので、その意見ってあんまり参考にならないんですよ。問題は声なき人です。だから来たけど離れちゃった、来たけれども1回で終わった、体験会で終了したっていう時のその人たちの声をどうやって想像するかっていうのが、これがね、結構ね、難しかったりするんですね。だからそのあたりをどう考えるかっていう部分を一つ考えていかないとですね、なかなかその自分では見えにくい場所、当然家族もそこに暮らしていればそれわからないんですよ。家族として馴染んじゃってるから。なんで、まあ、少しこう引いた目で見ることができるビジネスライクな目線を持った人だったら本当のことがわかるかもしれないですけれども、一度そういったね、人の客観的な意見とかを聞いてみるっていうのも一つ大事かもしれません。で、2つ目ですね、時代とずれている、時代とのずれっていうことですね。時代とのずれっていうのは、要は10年とか15年とかやられていると、教室業界自体もですね、激変してるんですよね。それは私が教室業を実際に6年やって、コンサル業4年現状でなっているんですけど、その約10年のスパンを見てきても、教室業っていうものに対する通う生徒さんの意識がやっぱり変わってきているんですよね。どういうことかっていうと、前は、まあ、お師匠さんっていうか先生っていう、こう憧れの、もしかしたらちょっと畏れおののくみたいな形のところもありつつも、尊敬する、そこの先生とこ通いたいっていう気持ちで通う方が多分多かったのが昔の時代だったと思うんですよね。今はどちらかっていうと、先生もよく続いている方はご存知なんですけど、サービス業の方に先生の意識が寄っていかないと生徒さんがついてこないっていうのが世の中の現状なんですね。サービス業っていうのはどういうことかっていうと、来てくれる生徒さんは確かに習いに来る方ではあるんですけれども、先生を慕って来ていたとしても喜ばせなくてはいけないお客様の一人であるっていうことなんですね。ということは、先生がどれぐらい気持ちを砕いて、その生徒様イコールお客様に対して、サービスを提供していくかっていうことを日々考えることができているかできていないかっていうことが、全てに通じるんですね。先ほどの教室の、まあ、立地、内装、雰囲気、印象も含めてですし、あとはその生徒さんに対して、こういった人たちはこういったことを喜ぶに違いない、こういったことをするならきっと喜んでくれるかなとか、そういったものでアイデアと工夫をですね、重ねていつでも進化し続ける教室になってないと、飽きられる、ないしは他の教室に行く、見放されるというケースがあるんですね。ただここで人間性というところで言うと、長年通ってくださっている方っていうのは、もうそういったものを飛び越えて、そもそも先生が好きだからそこにいるっていうケースが非常に大きいんですよ。そうすると、そこに甘えてしまうと、本来磨くべきサービスっていうのが磨かれなくて、結果どうなっていくかっていうと、新規は来ないんです。時代とマッチングしてない教室運営を先生が気づかないでずっとやっていると、新規の方っていうのは他の教室と比べる目がものすごく肥えているので、先生を選ばなくても別に他に行けばいいっていう、すごくドライな感じになります。ということは、既存の方は何とか来ていただいていても、新規の方が来ない、それは表面上ですね、まずホームページとかブログとか何かの問い合わせがきっかけで来るっていう、そこそこそれも来ない。発信が少ないというケースもあります。もちろん来たとしても続かないということは、やはり来た時の印象が良くない可能性があります。印象が良くない可能性がある。で、これはご本人は気づかないです。なかなかすごく考えない限りは。で、以前に、まあ、そういったちょっとね、
雰囲気的に、まあ、これは少し残念な雰囲気ですよねっていうことを教室の先生に言った時に、やはり気づいていないケースを私がポイントとしてお伝えしたことになっていた時に、非常に驚かれて、いや、今来ている方にそんな話を言われたことは一度もありませんっておっしゃってたんですけど、言わない方だから通ってます。ここは間違えちゃいけなくて、その人たちが言うはずがないんですよ。理解して通ってるから。問題は離れていってしまった人、ないしは新規雇用っていうのをやめてる人の深層心理はどこにあるんだろうっていうことが問題なんですね、どっちかっていうと。だから言われたことがないのは当たり前で、先生が好きだし通ってるから言うはずがないんですよ。気がつかないか、気づいてても言うと先生が悲しむから言わないかの大体どっちかになってます。それ以上に先生が大好きだからっていうケースがほとんどなんですけどね。だとすると、もちろん既存で通ってくださっている方は大事にしつつも、新規の方を取り込まないと、教室としては先細りになっていくだけなので、その新規の人たちは一体何を喜ぶのか、自分の軸は外さないようにしながら工夫を凝らし、前に進むっていう、チャレンジと創意工夫ですね。これをしてるかどうかです。で、そういうことを今まで考えたこともなかった、したこともなかった、昔の考え方でそのまま来てしまっているっていう方は、今からでもいいので、ちょっとそういった視点に立って、教室内のサービス全般を考え直す必要があります。一軒だけじゃなくて、何軒も回っている私の感覚で言うと、教室が流行ってない、ないしはリピートがつかない教室っていうのは、ほぼほぼ、まあ、最初に言った、まあ、印象の問題と、あと時代とずれているという、この辺りのケースが非常に多いなっていうふうに感じているので、手を入れたりリニューアルを最近全然してないなっていう方は、今教室が流行っていたとしても、その後だんだん減ってくる可能性が高くなってしまうので、今からでもちょっと見直しっていうのはしていただいたらいいかなというふうに思っています。で、3つ目ですね。自分の価値観というもので、全て運営をしているっていうことです。自分の価値観っていうのはご自身が持ってる価値観で、これを他人に置き換えるっていうのは非常に難しいんです。他人っていうのは、要は来てくださる生徒さんの気持ちになる。自分は先生で、こういうことを教えれば喜ぶよねっていうところで止まってればそこまでなんですけれども、本当の心は生徒さんは何を望んでるのかっていうことへ対してのアンテナが弱い先生は、生徒さんいちいち細かく言わないです。言わないから、それをそのまま放置しておくと、まあ、そのうち来なくなるっていう、まあ、そんな感じですね。そして来なくなった要因とかがわからないから、人はあんなに熱心で私のところにいるって言ってたのに辞めちゃうなんてみたいな、逆に逆ギレする先生とかもいたりするんですけれども。辞めるには辞める理由がちゃんとあります。で、その本当の答えは生徒さんしか持ってないんですね。ですから、一番解決できる答えは、生徒さんに聞くっていうのが一番本当は解決できる答えです。ただ、なんで辞めるのとか聞いたって普通に答えないですよ。なので、その辞める云々っていうことのもっと手前のところで、何か生徒さんに兆候を感じたら、一声かけてあげるとか、何か話のきっかけを作ってあげて本心を聞くみたいなことも、まあ、されるとね、いいかと思います。要はその変化に気づいてくれたっていうことを生徒さんが喜ぶ場合もあります。例えばいつも元気でよくしゃべる人がちょっと伏せ目がちで少し静かにしている時とかに、今日少しね、元気がないようですけれども、体調とか大丈夫ですかとか、風邪ひいたり、インフルエンザとかも流行ってるから、お子さんのね、ほのあれとかもあって、風邪がね、うつったりとかしてたりとか、具合は大丈夫ですかとかって、なんかかけてあげれば、いや、風邪とかじゃなくてとか、ちょっと主人と喧嘩してとかっていう、そういう話になったりするケースもあったりするんですよね。
するとこう変にご自身が悩む必要がなくて、自分と関係ないところで生徒さんが勝手に落ち込んでるというケースもあったりして、教室が面白くないんだろうかとか、やっぱりこのレッスンは良くなかったんじゃないだろうかっていうことを先生が先回りしてぐる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 考えてしまうっていうと、よりうまくいかないスパイラルに入っていってしまうケースがあります。だからそういったケースは少し質問力とかが必要にはなるんですけれども、お客様の本心はお客様しかわからないんですね。だから一番いいのは答えてもらう、喋ってもらうっていうのが一番わかりやすいです。これは私が営業職でやっていた時も実際にどういう時にはどうなのかっていうことを答えてもらっているような質問を誘導してました。質問じゃなくて質問ですね。答えやすいようにどういったら答えてもらえるかなっていう、結果こういう答えが欲しいっていうのをベースに質問を考えるっていう、この能力が必要になってきます。今聞いてると、教室の先生でそんなレシピとかそのレッスンを教えるの精一杯で、なんでそんなところまで気を使わなきゃいけないんだって思った方いらっしゃるかもしれないですけど、その方はもしかしたら要注意です。全部のその運営とかそういったものは、生徒さんをどれだけ喜ばせたかっていうことがイコール集客の量になったりとか、あとお金にマネタイズしてお金になって帰ってくるっていう部分においては、まず人に喜んでもらうことが第一優先になるので、自分がやりたいようにやっぱりレッスンをやっているとどんどん人は減っていくし、そもそも集客がねできないケースとかがあったりします。ですから見るべきものは、生徒さん、最初に生徒さんを見ないと、新規のコースレッスン策定もそうだし、新規ももちろんそうだし、リニューアル、これも両方とも理解してないとですね、ダメなんですよ。だから教室業って実はサービス業で、かつヒューマンスキルがとても必要な業種業態になってくるので、人気の先生は大概ヒューマンスキルがあります。だんだん人気がなくなっていってる先生っていうのはヒューマンスキルがない、ないしはちょっと劣ってるケースが非常に多い。ヒューマンスキルはじゃあどういうところから身につくのかっていうと、基本的に例えば教室の運営も自分がやりたいことを中心にレッスンを組むのか、人が習いたいことを中心にレッスンを組むのか、ここが大きな分かれ目だなというふうに感じています。ご本人も気づいてないんですけど、先生になりたくて先生業をやりたい人っていうのは一定数いるんです。教室の先生になりたいっていう人とご相談を受けてると。先生になりたいっていうのはどういう状況なのかっていうと、その誰かを救いたい、ないしは楽しませたいっていう視点よりも、自分が習ってきたことを、伝えたい。要は、それは本当に受け入れられる人がいるかいないかは別として、習ってきたからこの知識が無駄になっちゃうのがもったいないから伝えたいっていう、伝える気持ちは強いんですけど、まあ、自分主導なんでそれに合わせた人を探さなきゃいけないので、やっぱり集めにくいっていうのが一点と、あと先生と呼ばれることで、幼い頃に認められなかった自分の親からの愛、家族からの愛、子供からの愛を違う他者によって満たしたいタイプの人、これ潜在意識下の話なんで、ご本人気がついてないんですけれども、私が面談をしているとそれを感じるケースがあります。家で居場所がない、まあ、その違う場所で自分という存在を他者に認められたいというがために、教室の先生っていう先生業はその可能性が高いと思ってなりたいと思っているケース、この場合厄介なんですよ。いくらレッスン内容を変えたり、いくら素敵風なホームページを作ったりとかしても集客できないんです、このケースは。皆さんが、そういった方がね、思っているより、世の中の人って結構シビアで、自分が楽しいことにはお金を払うけれども、習い事に関してはですよ、自分が楽しいことにはお金を払うけれども、そうでないことにはお金を払わないっていうのが、とても割り切ってさっぱりしている感じなんですね。だから、ご自身の根底の思いとか性質が
自分の欲求を満たすために教室業が存在しているとすると、それって文章とか言葉の端々に出てしまう。要はあなたを見ていない、生徒さんのことを見ていない、生徒さんに奉仕する、要はサービス業としてですよ、いいものを提供していくっていう気持ちに満ち溢れてない方は、その発言が言葉の端に絶対出てます。文章に絶対出てる。だからそれを敏感に生徒さんが感じて離れてってるだけなんですね。これが厄介なの、ご本人が自覚してない。これが一番厄介なところではあるんですけれどもね。ただ一つ判定する方法としては、そのレッスンとか内容ないしは教室の存在自体は、どういった人に好まれるないしは喜んでもらえるんだろうかっていうことを、私がお問い合わせをした時に、これはどんな人が喜んでくれるんですかって言った時に、スラ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 と喜んでくれる人の像を言える方と言えない方がいらっしゃって、言えない方は間違いなくその人を見ているんじゃなくて、ご自身の、欲求を満たすために教室業を使っているっていう方が多かったりします。ということで、教室の集客がだんだん減っている、教室に共通する特徴、大きなポイントで、まず1つ目、教室本体に魅力がないケース、2つ目、先生の感覚が時代とずれている点、3つ目、自分の価値観がメインになっていてお客様を見ていない、このケースが、集客ができなくなっているケースになっているので、何かそういった異変をちょっと感じている方は、そういったポイントを中心に、教室の見直しっていうのを図っていただけたらなというふうに思っております。それでは。